原木秀明は、日本の獣医師、農学者。学位は、農学博士。東京大学名誉教授、世界健康リスクマネージメントセンター国際顧問、公益財団法人職の安全、安心財団理事長。東京大学農学部教授、東京大学アイソトープ総合センターセンター長、日本学術会議副会長、食品安全情報ネットワーク代表。 食の信頼向上を目指す、会代表、倉敷芸術科学大学学長などを歴任した、東京府東京市麹町区出身。戦中は、父親の出生地である、長野県上稲郡中美濃輪に疎開。戦後起教師、千代田区立九段小学校、千代田区立麹町中学校、東京都立日比谷高等学校を経て、東京大学に進学し、 農学部獣医学科に進んで獣医学を学んだ。医者である父の意向とは別の道だったため感動された。1964年に同大学を卒業、同年には獣医師免許も取得している。大学卒業後は東京大学大学院生物系研究科にて学んでいたが、1965年に中途退学し、東京大学の助手として採用された。なお、 1971年には東京大学より農学博士の学位を取得した。1965年より東京大学の助手として勤務し、1972年には助教授に承認した。1978年からはテキサス大学ダラス校にて研究員を務めた。その後、1987年に東京大学の教授に就任し、以来、 農学部にて獣医薬理学を中心に講じた。1999年、東京大学のアイソトープ総合センターのセンター長に就任した。2003年には東京大学より名誉教授の称号が贈られた。2004年、世界健康リスクマネージメントセンターの客員教授に就任した。また、同年には情報サービス企業であるトムソンが運営する。 ISI の論文引用状況の調査により、ワールズモーストサイテッドオーサーズに選ばれた。2007年からは、お茶の水女子大学のライフワールド、ウォッチセンターにて講師を務めた。また、2000年に、日本学術会議の会員に選出された。2008年から2011年まで、日本学術会議第21期副会長。副会長就任にあたり、東北は、 我が国の科学の向上発達に資するため、日本学術会議の国際活動のあり方について、議論を深めていくと述べるなど、その抱負を語った。2011年に、日本学術会議の副会長を人気満了のため、退任し、倉敷芸術科学大学の学長を務め、現在は、公益財団法人職の安全、安心財団理事長。また、 世界健康リスクマネージメントセンターでは国際顧問を務めている。2015年11月20日、アメリカ合衆国農産物貿易の伝道検証式にて、農務長官トマス・ジェームズ・ビルサック、日本中札特命全権大使キャロライン・ケネディ、及び歴代検証者らと文部科学省の大学設置、学校法人審議会の専門委員や大学評価、 学位授与機構の評価委員などを務めた。内閣府食品安全委員会肥料、資料専門調査会の座長と企画等、専門調査会専門委員、リスクコミュニケーション専門調査会専門委員を務め、あとに、肥料、資料専門調査専門参考人。また、様々な学術団体の役職を務め、日本比較薬理学、独生学会の会長、 日本トキシコロジー学会の理事長、日本薬理学会の理事、日本獣医学会の理事、日本平滑筋学会の理事、日本循環薬理学会の理事、日本予防医学、リスクマネジメント学会の感染症、食品安全部会の部会長、日本農学アカデミーの副会長、などを歴任した。科学者として、疑似科学やエセ科学への継承を鳴らし、科学的知識の普及や啓蒙に、 精力的に取り組むとしている。美味しんぼおよび遺伝子組み換え作物も参照。ビッグコミックスピリッツに掲載された美味しんぼの作中にて遺伝子組み換え作物についての不正確な記述があったと述べ、小学館ビッグコミックスピリッツ編集部に対して訂正するよう要請した。その結果、ビッグコミックスピリッツ編集部とカラキが代表を務める。 食品安全情報ネットワークとが話し合う場を設けることとなり、そこで議論を重ねたものの、双方が納得する合意に達するまでには至らなかった。ホメオパシーも参照当僕は学術的な会合でホメオパシー関連商品の展示が急増したことに疑念を抱き、ホメオパシーを検伝する書籍の調査に着手した。その結果、ホメオパシーを紹介する書籍に、 複数の医療機関が実名で掲載されていたことが分かり、日本学術会議会長の金沢一郎に報告し、1年以上かけて対応を議論した。この議論を踏まえた上で、日本学術会議はホメオパシーの科学的根拠を否定する会長談話を取りまとめ、2010年8月24日に公表した。記者会見に同席したからきは、この談話で一番重要なのは、 ホメオパシーは科学的に否定されているということですと語り、会長談話の狙いや意義を説明した。その上で、カラキは科学的に全否定されているものを医療従事者が使えば、患者を通常の医療から遠ざけかねず危険だ。ホメオパシーは効かないというメッセージを伝えることが重要と考えたと述べた。2005年、倒木は食品安全委員会リスクコミュニケーション。 専門調査会委員でありながら、直接利害に関わる米国食肉輸出連合会の米国牛の安全パンフレットの監修を食品安全委員会専門委員の肩書を使用して行ったことで消費者団体である食の安全市民監視委員会より非免請求が提出され、国会でから木の専門委員としての地位に関して適切な措置を取るべきと川内博士が要求した。 東北はこの間の出来事について2010年に牛肉安全宣言 BSE 問題は終わったを2014年に不安の構造リスクを管理する方法2018年に証言 BSE 問題の真実全頭検査は偽りの安全対策だったを出版した2011年9月10日に横浜市が市内全戸に配布した広報横浜放射線特集号は 倒木が監修したが、その中で、帰省値を超える放射性セシウムで汚染された牛肉が出回り、騒ぎになりました。しかし、帰省値は安全と危険の境界ではないので、一時的にその牛肉を食べてしまった人にも健康影響が出るような心配はないのですと述べている。趣味はカメラ。ありがとうございます。